はい、それでは次の例はこのスパイダーキューブを使って花の写真を綺麗に仕上げるための方法をご紹介します。撮りたい花の近くにこのようにスパイダーキューブをセットします。でその状態でまずカメラを構えて1枚撮ります。でそうしましたらスパイダーキューブを外して普通にここを写真で撮ります。We'll be right back.